ただいま。サブ。疲れた。最近友達も全然いないし、共通の趣味を話せる友達が欲しいな。あ、そういえば友達がタンタンというアプリをおすすめしてたな。やってみよう。何何。職業は僕は学生。週末はだいたいサーフィンをやってます。好きな音楽はフリー BGM です。じゃあ次は趣味友を探しに行きますか。可愛いね。この子めっちゃ可愛いじゃん。え、こんな趣味の人もいるんだ。趣味友ってめちゃくちゃいるんだな。あ、繋がった。こんにちは。僕は大阪大学基礎工学部電子物理科学科卒の自営業を営む大阪住み、男性さ。へえ、すごいですね。君は何系？私は文系です。文系だ。文系女子だ。数学とか話せる口？数学全然わかんないです。まあでも全然大丈夫。今度さ、数学について語ろうよ。本当ですか？じゃあお願いします。よっしゃー、やっと桜子、やっぱり時代はお前だよ。というわけでですね、お友達をね、先ほど作ってきたわけなんですけれども、まあ、我々やはりその理系男子というのは極端に女友達が少ない。本当にそう。いや、お前は多いけど、今すぐ電話かける異性の友達ガチで何人って言われたら、あ、リアルに俺多分50人はいると思う。ほんまに、うん、マジで俺多分50人はいる。50人。別にだから友達、うわー、50人ぐらいはいる。うわー逆にお前さ、逆に友達と1ヶ月連絡取らへんとか、そういう噂できひんやん5人ぐらいのね、LINE に、お、お疲れてんが、今度飲みに行こうやって言ってスルできひんわけ。まあ俺わざとしてスルできひんわけで、俺らはすぐできちゃうわけ。もうすぐそう、だからその技が逆にどっちがいいですかって感じです。視聴者に聞きたい俺ほんまに。今からですね、はい、まあ、僕たちの趣味である数学まあちょっと俺は胸を張って言いませんけど今から数学のお話をね、その女友達にやっていきたいんですけども、はい、はい、まあ、なんと彼女たちはですね、根っからの文系で、はいはいはい、数学というものをまるで分かってないまあ、そういう人に対して今から布教するわけですよ。普通ですよね。まあというわけで今回やりたい企画はですね、はい、難しい単語一切禁止趣味授業対決。ルールなんですけども、はい、数学的用語 NG です。 NG。 なんと微分を教えるのに微分という単語を使いません。なるほど。あ、それどう表現するかっていうのがまず一つ。あ、得意面積とかも、はいはい、これ NG なんです。面積 NG 面積が、それはもう彼女ら次第。もう彼女たちが、まあ、分からないと、面積私知らないって拒絶反応を示したら、そこでも試合終了なわけ。畳何枚分。畳何枚分。そうそうそう。で、次にその彼女たちが少しでも分からないなと思ったら、彼女たちなんと退出されますからあ、退出する権利を持ってるんです。あの、予備校教師の人気ない講師みたいになるわけです。そういうことです。ガラッガラなります。ガラッガラなっていくんや。はい、はい、はい。じゃあ、というわけで、Make it possible with 分離融合ガーディアン。ゲートガーディアン、想像して。いや、わかる。めっちゃ懐かしい。これ何やったっけ、これ。かっこいいかっこいいですか。これ樹形図。樹形図。そう。見ないとわかんないです。あ、見たら口で言われたらちょっとわかんない。あ、うん、これの時のテストの時ってめっちゃ回答用紙でかいですよね。あの、インなんちゃら。なんちゃら、こうやって。いや、それは今です。お待たせ。待った。今日君たちとせっかく会えたからさ、僕の好きなね、数学の話してもいいかな。はい。もうその時点でやもんね何をやったらね、このね、メンバーで仲良くなるかって考えた時に、俺はね、謎解きがいいんじゃないかと思ったわけ。お、謎っていうのはいいですね。謎を解いていい。問題とか言わない。じゃあ一緒に謎解こうってなって100個目だって言われたらどうすんの。2を100回足すんじゃない。じゃあ201じゃんみたいな、すぐ計算できるわけ。これがもう謎解きのポイントだから。どう、この謎。最高っす嘘でしょ、嘘でしょって言っちゃった
でしょって言ったお、最高ということです。お、じゃあちょっと応用編いこうか。3、3、3ってね、ずっと足す3してるでしょ。こういうのを等差数列って言います。おっと、思ったなこれ言うか思ったな。危険、ちょっと変えたい、やばい。もう一個だけ、もう一個だけやりたい。もう一個だけちょっと応用編やりたいの。ワードきついっすね。これちょっと法則性わかるか。どうなってるこれ、法則性。3倍。お、そう、3を10回掛け算してる。まあ、これを簡略化するとこのね、なんか10乗みたいな。怪しいか、10乗大丈夫か。こんな感じで10乗が通った。10乗通ったね。10乗通りましたね、さっきの感じ。こういう2種類のパターンがある。足し算のパターンか掛け算のパターンしかほとんど出ないから。で、こういうのを等比数列って言います。まあそうだよね。まあそうだよね。まあそうだよね。ゆうきちゃんがしびれを切らして退出でございます。まね、3人の中でね、君たちが思ってる以上にね、変えられると辛いね。こういうやつ、これね、法則性気づくのちょっと難しい。これ結構有名なものなんだけど、どうなってるか、さあ、探ってみよう。え、わかる。2の前の2つの数を足して2になってて、そう、君はすごい、よく気づいた。これは今までと違ったちょっと、あのね、応用パターンのものになってて、こういうなんか数字のなんか並びを見たら、あ、これあれだって、この図形おじさんが言ってたやつだ。図形おじさんが言ってたやつだ。で、こういうのをなんていうかというと、これがなんていうかは、もしかしたら知ってるかもしれないんだけど、これ僕の大好きなね、人の名前が使われてて、これね、フィボナッチ数列って言われてるの。あ、ダメでした。ダメでした。ダメでした。人名を。大親友って親近感任せてるけど、やっぱりダメだった。ダメでしたね。床数列。床数列。床ってのは、床数列、マジでガリレオ見てる人。床ってのはね、スマブラで出てくるね、ネスのね、キャラクターみたいに見えるんだけど、リュカスです。これはリボナッチ数列に見せかけたリュカスですか。そういうのがあるのは何かというとですね、ガリレオで最終話で出てくる爆弾の解体方法なんだけど。ごめん、お待たせ。やばい。ごめんね、ちょっと。ごめん、お待たせで。サンタのバイトでさ、空き時間で来ちゃった。じゃあ、早速、やっていきたいんだけども、はい、あっ、風だ。ちょっと待って、何匂うの。あー、あんなところに帽子が引っかかっちゃった。これ三角関数の授業じゃん。あれを取るにはまずどうすればいいか。こんな時に思いつくのは、そう、三角、三角関係。三角関係、恋愛もあの距離も一緒なんだよ、結局。じゃあ、三角の形ってわかります？三角形。よかったー。ここはオッケーでしたね。舐めてる。ここを、じゃあ、俺、点俺にします。で、ここをじゃあ、はるか、あとね、大事なのが、とんがってる、俺がどんだけ尖ってるか。俺という存在がどんだけ尖ってるかっていうのが分かれば、俺と帽子の関係が分かるんだ。何が分からなかった？日本語が全部分からない。これほんまにちょっと難しいな、これ。やってみたら分かったけど、これ。で、もういきなり言っちゃいますけど、こういうのが出てきちゃうんですけど、どうなってね。そうだ、この読み方を、サンタ30、コサンタ30。サンタ30。だからサンタ30。で、次この3っていうのが出てくるんですけど、これが、これがタンタンです。タンタン。天才すぎる。ふざけすぎる。サンタっていうのは、どういうことかっていうと、
棒分の距離感。はい。嬉しい。嬉しい。よしよし。だってさ、俺結構。サンタ30は帽子切り高さ。サンタ30は帽子切り高さ。小サンタ30は帽子切り距離感。宗教宗教。サンタ小サンタタンタンタ。サンタ小サンタタンタンタ。サンタ小サンタタンタンタ。合わせてぴょこぴょこ小サンタさん。合わせてぴょこぴょこ小サンタさん。もうは押したそう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 。じゃあこれぐらいにして、暗証はこれぐらいにして、じゃあ、じゃあ今ね、もう俺とはるかを飛ぶ距離感ゼロだよ。やばい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 、口ながってるんだけど。やばいことやっちゃったはい、ということで終わったんですけれども、はい、誰系が良かった？私は花尾さんの。マジか、嬉しい。うさくらこちゃんは全力で花…おいそこは、そこはやばい。そこ俺に対する侮辱でもあるから逆に。すいません。はい、ということで、まあ実際結果ですよね。はい、結果僕は2人のことは思ってますよ。じゃあ花尾選手の時間、はい、20分52秒です。ありがとうございます。違うか、そんなに。あれだよ、これ前振りが長いから多分。いや俺さ、気づいたよ途中で。なんでこんな7分も負けてんの俺。それにさ、バッチングした女の子に話してさ、何がおもろいんすよ。マジで、それ僕が言いたいです。それ僕が言いたいです。そんなキム選手、時間17分17秒。おお、意外と。えだってもう分かるけど無理ってなってます。敗因理由、まあ、ということで結局1位は今回私花尾ということで、ありがとうございます。ということで今回の最下位は天眼選手。もうほんまに一番女性が話聞きたくないと思われてしまったナンバーワンです。あーでもそれな、これ言ったらこの子らいなくなんねやろうなと思うけど、名前やから耐える可能性にかけない。なんか一応俺の友達のって言ってた。俺の友達のって言ってた。はい、ということで今回はですね、マッチングアプリタンタンとの、ね、タイアップ動画になれるんですけれども、はい、このタンタンというのはですね、なんとアジアでダウンロード数ナンバーワンという、めちゃめちゃ実力派のマッチングアプリになっておりまして、まあ、共通の僕らの、まあ、数学が好きな女の子友達ももちろん、探せばねきっといると思うんで、しかもとても簡単に登録とか、まあ、操作ができまして、でこのタンタンというアプリなんですけれども、はい、ね、監視体制がめちゃめちゃ整ってまして、そのプロフィール画像とかも認証式で、はい、なんか真面目なちゃんと顔で登録して、あとね皇族領主に反するメッセージとかもめちゃめちゃ取り締まってくれてるので。なるほど。だからそういうなんかスパム的なそういうものがなかったりとか、あとなんか詐欺画像みたいな、そういうのがめちゃめちゃ起きづらい、アプリとなっておりますので、そういう詐欺まがいのねスキームなどは一切ございません。なるほど、頭取り室に行く必要ないってことですね。はい、ということで、このマッチングアプリタンタン気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。チェックしてください。それでは今日の動画終わります。さよならー。